ルアンターということで、フェラガミ実況、メイさんルート、続きの方やっていくんですけれども、いや、同じこのキッチンからね、3連続でパートが始まるという珍しいですよね。まあ俺結構長く実況やってますけどね、この3回同じ場所から始まるっていうのはなかなかないですよね。まあまあカフェステラなんでね、うん、まあこのキッチンから始まるのは全然おかしいことではないんですが、はい、まあとりあえずやっていこうかなと思います。で今回はあれだね、バレンタインの、当日かな、はい、じゃあ見ていきたいなと思います。昼の混雑が落ち着き少し暇な時間帯。これ試食してくれない？鈴音さんが俺の前に皿を置いた。チョコレートソース、生クリーム、そしてイチゴで彩られた鮮やかなパンケーキだ。バレンタイン限定メニューですか？そうそう、参考までに感想を聞かせて。もう完成したんだね。わかりました、いただきます。ナイフとフォークを取り、一口大に切ってソースと生クリームを絡めて、さらにイチゴも乗せて口へと運ぶ。うまっ。いいですね、これ。限定なのがもったいないくらいだ。甘さはどう？個人的にはちょうどいいですね。あー、でも、コーヒーと合わせるならもう少し甘めでもいいのかな。単体で食べるなら、これくらいが好みってことね。ですね。いちごの酸味がちょうどいいアクセントになってて、飽きない感じがします。オッケーオッケー、把握した。男の意見なんで、あまり参考にならないかもですけど。いいのいいの、うん、十分十分、ありがとうちゃんとな、パンケーキのデータも取りつつ、そしてメイさんへのねアドバイスも取りつつと、アドバイスするためのデータをね提供するのをあさってからですよね。まだ調整中ですか？ううん、もう決まってるよ。おお。一応みんなに試食してもらってるだけ。一応ねね、昴生君にな。ああ、なるほど。で、それが私からのバレンタインチョコ代わりってことで。おお、なんかすごい業務的だけど、まあまあまあ。マジですか？期待しても当日は何もないよ。いやー、こっちから催促はしませんけど。これ、全部食べてもいいです。どうぞ。いただきます。嬉しそうだな。苦笑しつつパンケーキを味わう。鈴音さんはチョコとかあげるタイプじゃないだろうし、もともとあまり期待はしていなかったが、四季さんもどうかな、バレンタインではしゃぐタイプではなさそうめっちゃ期待してんな昴生君めっちゃ期待してんだよな。でも秋月さんと日内谷さんはくれそうな気がする。あとのぞみは毎年ギリチョコくれるからな、ゼロってことはないだろう。昔ほどドキドキはしなくなったが、それでも楽しみではあり、なんやかんやで期待してしまっている俺であった自分で締めくくるな締めくくっちゃったよ。なんか、なるほど、これ当日じゃないんだな。おとといというか、おととい何つったらいいの、2日前ってことね。閉店、片付けや着替えを終え、店の前でみんなとの別れの挨拶をする。それじゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ。日内谷さん、今日も送るよ。すげえな、マジで。大丈夫です。今日は鈴音さんに送ってもらうので。ああ、これはちょっと。これちょっと寂しいな、昴生くんな。ああ、そっか。メイさん、行こっか。はい。それじゃあ。お疲れ様でした。なんか鈴音さんに送ってもらうっていうけど、鈴音さんが送る意味ね思うけどね、まあ、昴生君だから送る意味があるのであってなこんななんかか弱い女性2人でこう送り合ってもみたいなところあるけどね。まあいいや。お疲れ様。お疲れ。お疲れ様でした。昴生君、私たちも帰ろう。おお、久々にのぞみさんと帰るのか。ああ、うん、帰るか。どうしたの？別に何でもない。ああそうだ、昴生くん。あからさまになんか寂しそうだよね。どうした？もうすぐバレンタインだね。そうだな、うん。期待してると思うけど、
ないよ。ないんかい。もうなんかもうすぐねこっちの心をへし折りに来る、もうのぞみさんは、まあまあでもそれはね、まあそのメイさんへの布石だということは分かってはいるけどな。お返しとか面倒だろうからやめようって決まりました。あーそうなんだな。何が？チョコレート。ん？んじゃないんだよ、コウセ。チョコレートないです。チョコレートはないです。なんかすごい良かった。なんだ。最初はね、みんなでまとめて渡そうってなったんだけどね。うん。例えば一人1000円出して5000円の買ったとするでしょ。で、多分ミカドさんきっちりしてるだろうから、うん、ホワイトデーに同等のお返しをしようってなるかな。あーそっか、まあミカドさんそうだよね。確かにそこらへんさ、まあでもそこはね、まあ、ご厚意に甘えようっていうことでもいいんじゃないですか。まあ昴生くんはきついかもしれないけど、でも昴生くんでもそんなね結構お金もらってるでしょ。そうなると昴生くんとミカドさんで一人2500円になっちゃうでしょ。ああそういうことね。女の子の方が多くて負担が平等にならないねって話になったの。めっちゃ考えてくれてるな。なので今年はなしです。え、でも毎年あげてたけど惰性だったから別にいいかなって。きつきつ来るな。これ来るね、コウセイ君。ただね、コウセイ君これはね布石だから、このね、餓死に昇誕じゃないけど、この苦汁をこう噛みつぶしたような、こう苦汁なんかこう苦虫を噛みつぶしたようなこう気持ちを抑え込めば、後にねパラダイスが待ってるから。ダセー、ギリでも結構気を使うんだからね。うん、毎年何も考えずにあげてたわけじゃないんだから。のぞみさん、そんなこと言いながらのぞみさんルートでは分かってますよ。ブエーンつって結婚するよつって。ギリでもさすがにこんな安物はちょっとなとか、それなりに悩んでたんだから。そうですか、のぞみさん。やっぱのぞみさんルートをやった後だと、この言葉の裏にある気持ちがな分かるんで面白いですね。というわけで今年はなしです。マジで？うん、マジで。それじゃ帰ろっか。まあメイさん応援するモードに入ったんだろうな、のぞみさんは。コウセイ君はもう落胆だよなこれ。マジでやないよ。カフェステラと死神の蝶。お前はもう一途にもうメイさんだけ見てればいいということですよ。あさってバレンタインか。すごいな、なんだこの死にそうな雰囲気は。もう雰囲気がさ、もうなんていうの、もう蝶が寄ってきそうだよな。雰囲気だけで。いいよなお前は、バイト先可愛い子ばっかりでさ。もう蝶寄ってくるだろこれ、大丈夫か。何人いたっけ、全員からもらえたら5つか6つ。だったらいいんだけどな。いいよな。なんだよおい、なんか喋れよ。バレンタインか。ああそうだ、もうすぐバレンタインだ。俺もらえん。ん？一個ももらえん。噛み締めてるね、なんか。は？もらえないんだ。なんで？は？女の子ばっかりじゃんカフェ。まあヒロトはな、まあもともともらえないかもしれないが、いる中でもらえないの一番きついよな。そうだな。なのにもらえないの？一個も？多分。え？お前嫌われてんの？もうやばいじゃん。もうマジでさ、あの女性ども、早めにここら辺さ、ちょっとフォローした方がいいぞこれ。マジで超寄ってくるぞ。マジかよ。何したんだよ。何もしてないと思う。いやいや、なんかしたからもらえないんだろ。まあ確かにな、今までと一緒だったらっていうね、もらえるはずだろうっていう。なんかお返しとか面倒だからやめようとか。ああなるほどね。
トラブルになるから禁止ってやつだ。あ、ここでもう悟い人はなんか察するよな。お？トラブルになるみたいな。だろうな。っていう体で、うん、嫌いなお前にはあげないことにした。まああり得るんだよな。それもあり得るんだよな、全然な。やめろ。そういうことを言うな。何もないって2回も念押しされたんだぞ。結構ショックなんだぞ。来てたんだな、もう心の奥深くに。いやー気分いいわ、うん、チョコの数でお前にマウント取られること覚悟してたが、いやーいい気分だな。もう何やって、どんぐりの背比べかお前ら。何がしたいんだ、そんなその低レベルな戦いで。くっそ最低だ、くっそ。まあそうは言ってもくれるだろう。同僚としてはダメだけど、友人としてとかさ。だといいんだけどな。実際さ、ちょっとな、後輩の子がよそよそしいんだよな。あー、なるほど。もうメイさん、そっか、そうだよな。え？見重なって。冗談だったのに、ガチで嫌われてんの？嫌われてるってことはないとは思うんだが、避けられてるような気はする。なんで？わからん、マジで心当たりがない。ヒロトから見てなんかないか、お前こういうのやめた方がいいぞみたいなのとか。別になんとも思わんけど。あ、ん？あるか。にじみ出る童貞臭。やめろ。やめろヒロト、おい、やめろ、それちょいちょい言われてるからマジでやめろ。ちょいちょいな。言われてんのかよ、お前の童貞ムーブが女の子たちにうわーって思われてんじゃないの。うん、もう夏目さんはそういう印象だったからな。童貞ムーブとかわかんねえよ、何が該当してるのか。本気で改善したいなら本人に聞けよ、俺にはわからん。本人にか。今日もバイトだろ、これから。ま、頑張れ。じゃな。ああ、じゃあな。はあ、気が重い。行くのもつれえなこれはな。まあいいじゃないですか、もうとりあえず仕事はこなしてみたいな。今日も無事何事もなく閉店時間を迎える。金曜は燻製の仕込みの日だ。木内谷さんが付き合ってくれるのを期待していたんだが。お疲れ様です。お疲れ様。昨日と同じように日内谷さんは鈴音さんと一緒に帰ってしまった。いやーこれ厳しいね。ね、燻製のことに関してはさすがに残ってくれるかなーっていう期待はあったんだろうけどな。少しでも話ができればって思ったんだが、ろくに声もかけられなかった。いやでもさ、もうここまで思ってるってことはさ、ねえ。ここまでこう嫌われたくないというかさ、こう話したいって思ってるってことはさ、ねえ、そういうことでしょ。はあ、だって鈴音さんの話題一個も出ないもんな。ため息などついて。ああ、みことさん。いやー別に。火を扱っておるのだ、気を抜いて火事など起こしてくれるなよ。わかってるって。私はフロアにいる、終わったら呼べ。はいよ。燻製機から出る煙をぼんやりと眺める。女の子とぎこちなくなるだけでここまで落ち込むとはな。明日勇気を出して聞いてみよう。このままじゃせっかくやりがいを感じているバイトも嫌になってしまいそうだ。いやもうそのレベルか。カフェステラと死神の蝶。あー結構根に持つタイプだな、そういうちょっとしたことでもな。いやー厳しいね。はい、これ四季さんの分。ありがとう。ん？休憩を四季さんと一緒に取り、二人でまかないを食べる。そして四季さんからも最後のね、一撃をもらうと。ナポリタンだ。たまにはいいかと思って。メニューに追加してもいいかも、カフェの定番よね。確かにな、気まぐれで作ってみたけど本気で研究してみようかな。口に合わないか。違う、高峰くんに比べて準備不足だったなって。おう、あれ？燻製カルボナーラ時間かけていたでしょ、
お店に出すまで。ああ、まあそうだな。帝と秋月さんと何度も打ち合わせした。バレンタインメニューももっと練るべきだったなってもうね、1週間前からやるべきとか言ってたもんな。結構出てないか、朝から。期待したほどじゃない。でもこれからだろ、時間帯的に。まあね、でもいつものパンケーキと同じ調子じゃ意味がない。いつも以上に売れないとメニュー考案にかけたコストを回収できない。ああ、そうだよね。ああ確かに。2日間に限定したのもしくじったな。せめて1週間。せっかく鈴音さんが素敵なメニュー考えてくれたのに、私の企画が良くなかった。いやー、なんか落ち込んでる夏目さんもな、なんかなんか見てるとこう嫌になっちゃうねまあ、昴生くんもな、こう落ち込んでるとなんか大丈夫かってなるけど。反省するの早くないか、まだ始まったばかりなのに。そうね、確かに。でも嫉妬。お、嫉妬？嫉妬？何に？高峰くんに。おお、なんかライバルみたいな感じになってるよね。え？っていうか燻製カルボナーラに。ああ、おかげさまで今日も売り切れだ。そう、大人気。おお、売り切れですって伝えるとお客さんすごくがっかりする。ああそうなんだね。マジか、嬉しいなそれ。胸を張って看板メニューって言えると思う。私も対抗意識を燃やしてみたけど、イベントなら無条件で売れるって甘いすぎたかも。ああまあそれはな、あるよな。俺の場合土日に限定してるだけで毎週やってるしな。それに日内谷さんに助けてもらったからな。俺一人の力じゃ何もできなかっただろうな。日内谷さんか。うん、今回も意見もらわなかったわけじゃないけど、次はもっといろいろと聞いてみようかな。結構鋭い意見をくれると思うよ。もったいないことしちゃったな、この前。この前？女子会。打ち合わせもしたけど半分以上ふざけてたからそうだな、半分以上、半分以上、9割ぐらいかな盛り上がったんだな。まあね、みんなでいろいろと。ああ、何？その時日内谷さんなんか、おはようございます。何かに気づいたか何かに気づいたか、ちょっとそん時に何かあったのかみたいな。お、そしてメイさんがいいタイミングで来ると、俺のこと言ってなかったかと聞こうとしたところで日内谷さんが入ってきて口をつぐむ。あーなるほどね、そっか、そん時になんか嫌なこと吹き込まれてみんなえーってなって、昴生くんなんかやばいんじゃないのみたいな話になって。え、でもそれだとさ、メイさんまでさ聞く意味がわかんないよねなんかいろいろと辻褄合わないけどな、この女子会だけでみたいな。タイミングがいいのか悪いのか、いや、いいと思ういいと思う。あ、メイさんじゃん、のぞみさんか。チキさんじゃなくて本人に聞けばいいんだ。あ、休憩中ですか？うん、ちょうどよかった。着替えながらでいいからちょっと意見聞かせてもらえない？意見ですか？おう。さあ、今後の季節イベントについてとかざっくりと。もう早速だね。はい、わかりました。というわけで高峰くん、ん？食事の途中で悪いけれどご退室お願いしますダメなんだな。え？日内谷さん着替えられない。ああ、そっか、悪い。食べ終わるまで私外で。いや、仕事入るのを遅れさせちゃ悪いし、厨房で食うからいいよ。すみません。いいっていいって、今日もよろしく。はい、よろしくお願いします。なんかね、感触は悪くないよね。でも惹かれてる感じじゃないけど、まあ昴生くんからしたらちょっとこうなんだろうね、何かあるんじゃねえかなって感じなんだろう。バックヤードを出て厨房へ。聞けなかったな聞けなかったな、さすがにな、今の流れでな。でも今普通に話せてたよな。俺の思い過ごしだったんだろうか。あれ、もう食べ終わったの？日内谷さんが着替えるんでここで食います。あ、そっか、食べ終わったら私の分も作って、ナポリタン。
了解です。厨房の隅で食事を進める。気のせいなら気のせいでいいんだが、なんか最近日内谷さんのことばっかり考えてるな。そうだよな。いやーもうねえ、お前から行け。お前から行け。もう去年のクリスマスあたりから一緒にいることが増えたのに、ここ数日ろくに話せてないからな。それが単純に寂しいというか、恋する乙女かよ俺。大丈夫だから、お互い様だ。バイトお互い様っておかしいけどな。女じゃねえっていうな、昴生君は。バイトが終わったら話しかけよう。それで一緒に帰ろう。それでこのモヤモヤもすっきりするだろう。まあとりあえずそこでね、清算したいというか。やっぱり注文そこまで伸びなかったな。でも普段コーヒーだけのお客さんも頼んでくれていましたよ。おお。夏目さんとしては新規のお客さんを呼び込みたかったんでしょ。ですね。それを期待していたんですが。まあさすがにな。そのためには宣伝が足らなかったかもしれん。まあそうだね、反則重要だよね。インストだけじゃダメか。インストだとうまく拡散させないと新しいお客さんの目には止まりにくいですよね。閉店後着替えを終えてフロアに行くと、みんなが難しい顔で話し合っていた。バレンタイン限定のパンケーキ、決して注文が少なかったわけじゃないし評判だってよかった。だが四季さんの期待通りではなかったようだ。お疲れ様。早速反省会。反省というか、明日はもう少し何かできないかなって。あ、私たちもう少し話していくから、高峰くんと日内谷さんは先に帰って。え、でも。いいからいいから、遅くなりそうだし。先に？高峰さん、メイさんをお家まで送ってあげてください。おここでな。そっか、バレンタイン前日にちゃんとね、そういう時間は作ってあげると。ああ、わかった。それじゃあお疲れ様。お疲れ様でした。いい流れだ、自然と二人きりになれた。もう完全にお膳立てされたけどな。今日は久しぶりに日内谷さんとゆっくり話せそうだなと内心嬉しかったんだが、何？全然話せなかったの？どうした？なんだこの雰囲気。店を出てすぐ日内谷さんがそわそわし始めた。おお。目はキョロキョロとしていて、決して俺の方を見ようとしない。道中そんな、ずっとそんな感じだった。やっぱり気のせいじゃなかったか。それなら聞かなくちゃいけない。もうモヤモヤするのはごめんだ。日内谷さん、ちょっといいか。はい。もうここは単刀直入に行こう。聞きたいことがあるんだが。さあ、はい、四季さんとの話どうだった？え、聞けなかったか。休憩中のですか？聞けなかったか。いやさすがにね。まあでも勇気いるよな。そうそう、さっき話してたみたいに、インストとかもっと他の媒体で宣伝を積極的にするのがいいかなとか、そういう感じのことを話してました。なるほどな、宣伝な、大事だもんな。はい、口コミってすごく大事だと思うんです。さっきインスト見たら限定パンケーキすごく評判良かったんで、心配しなくても明日は増えると思うんですよね。ってことも言いたかったんですけど、言う前にお疲れ様しちゃいました。そっか、そういう流れだったんだな。明日に期待だな。ですね、はい。あれ、普通に話せてるな。そうなんだよね、なんかおかしいところないんだよね。ただそわそわしてるというね、メイさんが。いやでもたまにぎこちなくなるのは間違いないんだ。弱気にならずちゃんと聞け俺。いや悪い。はい。今のは本当に聞きたいことじゃなくて、実は聞きたいのは他のことで。はい。最近さ、その気になってて、勘違いかもしれないんだが、俺なんかしちゃったか。え？
最近俺のことを避けてないか。え？おお、なんかめめしい感じになってるけどな、ちょっと質問が。何かしちゃったんなら謝らせてくれ。いえいえいえ、何もされてないです。何も。じゃあ俺の勘違いか。どうも最近よそよそしくて。ああ、勘違いではないかも。それちょっと待って、メイさん、それはねダメだ。そのごまかし方はあかん。そのごまかし方はちょっとねあかんぞ。やっぱり俺何かやらかしたかってなるからね。それはないです。本当にそういうことじゃなくて、あうーん、なんて言ったらいいかわかんないやつだなこれ、メイさん。明日まで待ってもらえませんか。お、明日？はい、明日。渡すもの、あ、違う。言っちゃったね。あの、とにかく明日になればちゃんと話すので、すみません。だからあの、それじゃあ。ああ、それじゃあ。お疲れ様でした。明日ってバレンタインだよな。渡すものがどうとかってそう言ってたよな。もうあれしかないだろこれ。ああ、あれもしかしてチョコをもらえる。日内谷さんがよそよそしかったり、のぞみがわざわざ何もしないって言ったのはもしかしてサプライズのため。お、気づいたか。なあ、もうさすがにここまでな言ってくれたの。そうか、そういうことだったのか。まあチョコ以外にもね、何かもらえると思いますよ、昴生君。この一生で一番大事なものをな。俺はチョコがもらえる。内谷さんにもみんなにも嫌われていない。そこ重要なんだな。やっぱりチョコがもらえるぞ。やった、やったぞ。明日めちゃくちゃ楽しみだ。やべ、ここで終わっときたいんだけど。ごめん、めっちゃ刻むんだけどさ、ここで終わっときたいんだけど。どうしよう、もうちょい見る。で今日1本だけにしてもうちょい見ようかな。ちょっとこれね、もう撮ってからすぐ上げるんで、はい、まあもうちょい長めにいきたいなと思います。あ、4、これここで切ってたら4回連続キッチンからだったのね。すごいな、ここで切ったら4回連続ですよ。じゃあいきましょう。燻製カルボ上がり、お願いします。皿溜まってきたんで洗いますね。お願い。限定パンケーキ、昨日より出てますね、すずねさん。うん、出てるね。口コミ効果ですかね。大盛況で嬉しいですね。まあ、なんだこの変な感じ。燻製カルボナーラ2つ入りました。オッケー、すぐ作る。今日張り切ってるね。うん、まあいろいろ気づいちゃったからね。気づいちゃった、気づいちゃったですからね。何言ってるんですか、いつも通りですよ。いつもこんな暑苦しくないでしょ。暑苦しい。しゃべってないで早く作らないと、お客さん待ってますよ。うわ、今日の構成うっざ、うざいだろうな。何言ってるんですか、もう。うん、気持ち悪いね、今鳥肌立ったよ。自分で言ってて鳥肌立った今。限定パンケーキ2皿、燻製カルボナーラ1皿お願いします。はーい、分かった、オーダーいっぱいだ。頑張りましょうね、鈴音さん。うっざうっざの時の目がすごいうざそうなんだけど、本当にうざそう。はい、夕方になりましたよと。あ、夜になる。今日もご苦労だった。お、無事バレンタインを終えることができたな。もう終わりか。今日の売り上げはかなり良かったですが、1日目はやっぱり悔いが残ります。イベントごとなら無条件で売り上げが伸びると過信がありました。次回はこの点を反省してしっかりと企画を練りたいです。評判自体はどうだった？インストにコメントもらえてたんですが、かなり評判いいですよ。おお、だいたい評判いいよね、こういう新作みたいなやつは。レギュラーメニューにしてほしいって声もあります。
写真もいっぱい載せてくれてますよ。ほら、見てください。本当だ、インスト映えって意味では成功なのかな。いいねも結構ついてる。夏目さんは満足できていないようですが、イベント自体も十分成功していると思いますよ。まあとりあえずそのね、まあ、材料費とかさ、その研究開発費に使ったって言ったらいいのかな、なんかそういうそこが回収できればね、まあギリセーフって感じだよね。うん、この2日間の売り上げもかなり良かった。ああそうなのか。しかしもっと伸ばせる余地はあったのも事実だ、イベント以外でな。あ、燻製カルボナーラですか。その通りだ。おお。え、ちゃんと売り切れてたが、なんかまずかったか。すぐに自分のミスを疑うのはお前の悪い癖だな。なるほど。人気だからこそですよ。お昼のうちに売り切れてしまうんです。つまり限定数を増やそうって話ね。ああ、もう売り切れちゃうから、いやいいね。そういい、なんていうのかな、こうなんつうの、いいニュース、なんつったらいいのこういうの。まあいいや。そういうことです。売り切れてしまって残念がるお客さんがかなり多いんですよ。ああ、いい悲鳴か。そんなに評判いいのか。フロアに出てる人みんな実感してると思いますよ。すみません、売り切れてしまって。おっていうの、一度や二度じゃないですよ。いや今のなんかいい。今のメイさんなんかすごいさ大人っぽかったな。え、もう一回ちょっと再生したい。すみません、売り切れてしまって。いやーすごい。うん、私も何回も言ったよ。いや俺も大人っぽい声好きなんでね。マジか、そこまで人気になってくれてるなんて。実際味もいいしね。後世はもっと自信持ちなよ。あ、はい。やりましたね先輩。おめいさんとの合作だからな。ああ本当に、うん、すげえ嬉しい。限定だからこその人気という側面もあるだろうからな。うん、増やせばいいというわけではないかもしれない。まあただ単にな、少しずつ増やしてみるのがいいかもしれんな。慎重に検討しよう。なんかねえ、5つ増やしますみたいなね、もうちょっとずつね増やしていくみたいな。すみませんが、この後少し時間をいただけますか。軽く打ち合わせをしましょう。ああ、わかった。この後。かわいすぎる。かわいすぎる。え、この後よければメイさんも。あ、燻製カルボナーラ開発の立役者ですからね、意見を聞かせてください。あ、はい。では今日はここまでとしよう。みなご苦労だった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。てかどのタイミングで渡すんだろう。お疲れ。もうみんな帰っていく。3人が店を出る。このメンツが残ったってことはまたあの話か。打ち合わせではないな。うん、限定数については一任する。そうなのね。わかった、来週試しに多めに仕込んでみるよ。とりあえず5食追加くらいかな。お願いします。2人に残ってもらったのはいつものあれですね。あ、例のあれだな。例のあの件について。ってことは私の目のことですよね。ああ、簡単に確認したいだけなので時間を取らせるつもりはありませんよ。あれから変わりありませんか。はい、腸を出す方法もまだ分からなくて。ずっとな。いや、ほんときっかけつかめないともうずっとこのままズルズルいっちゃうけどな。わかりました、方法はゆっくりと見つけていきましょう。腸の回収を目的として始めたこの店だが、メイのおかげで随分とはかどっている。だろうな。改めて礼を言おう。感謝する。いえいえ、まだ片手落ちというか、捕まえるだけじゃ役に立てているとは言えないので、とにかく頑張ります、これからも。あ、頼りにしているぞ。なんだ。なんだこの雰囲気は。感謝はしているが、うん、猫にはならん。感謝はしているけれどもね、物欲しそうなやつだったね今の。はい、すみません。それと高峰さんも。お、え、俺成り行きで協力していただくことになりましたが、
とても貢献してくれています。高峰さんの料理を目当てにお客さんがたくさん訪れてくれるようになりましたから、ありがとうございます。本当に助かっています。いやまあそもそも俺の魂の問題もあったわけだし、でも役に立てているなら素直に嬉しい。最近結構充実してるんだ。だろうな、かなりいい状態のようだ。なんかね、その劇的な不運には見舞われてないよね。まだ油断はできませんが、このままいい方向へ向かえばもう心配はいりませんね。そうか、よかった。全部日内谷さんのおかげだな。え全部ありがとうな、俺をいい方向へ導いてくれてなんだこれまた始まったぞ。いえそんな。本当にいつもありがとう。あの話ってもう終わりです。終わっちゃったね。じゃあ、あの私用事あるので。あれ、そうか、引き止めてすまなかったな。あ、いえ、お疲れ様でした。じゃあ私家まで送って。失礼します。え、あれあれってなるよね日内谷さんがものすごい勢いでキビスを返し、ダッシュで店を出るあれ待って、あ、家から持ってくるみたいな、今から作る的なやつこれ。昴生くん、あれなんだこの流れはっていう。今日チョコレート、あれ、チョコレートくれるんじゃ。帰らないのかやめてあげてくれ、ちょっといろいろさせてくれ。 いや帰るけど。お疲れ様でした。なんだその声はなんだその声は、どちらとも取れるような、なんかそのね、これからもらうんだからねみたいな感じでさ、送り込むようなお疲れ様でしたでもあるし、ね、ようにも聞こえるし、なんかはいもらえずにお疲れ様でしたみたいなようにも聞こえるし、お疲れ様でした。戸惑いつつ出入り口へ向かう。そうか、二人の前で渡せないもんな、多分店の前で、と思ったらいないという。ヒュルルルルルルはやめてまし、効果音効果音よ。待ってなかった、あれ嘘だろ、だって今日まで待ってって、あれか、勘違いだったのか、結局チョコレート一つももらえずに終わってしまうのか。そうか。つぶやきは冷たいアスファルトに虚しく吸い込まれていった。え、何、終わり？さすがに、すれ違った人に不審に思われない、思われかねないくらいうなだれ、とぼとぼと家路についていると、ん？お、スマホに反応あり。慌ててポケットから取り出して画面を確認する。お、木内谷さんからライムが届いていた。バタバタしてすみません。今から会えますか？おー、なるほどね。そっか、これから持っていくと。来たいいね、現金だね、昴生くん。お、来た思わずガッツポーズ。気持ち悪いな。前にいた人から完全に変な目で見られたが、そんなことはどうでもいい。信じていたよ、日内谷さん。もう最高に気持ち悪いぞ今。もちろん大丈夫と返信を送る。いや気持ち悪いな、全てが気持ち悪い大丈夫だよっつって、既読、ん？即既読がついて、待ち合わせ場所にいつものモールを指定された。おお、なるほど、あそこが、まあ、思い出の場所じゃないけど、バイト仲間からはマジでチョコをもらえなかった。いつもくれるのぞみさんへも今年はくれなかった。だけど日内谷さんはくれる、くれる流れに違いない。くれなかったらどうしよう。一瞬自信を失いかけたが、すぐに立て直してキビスを返す。俺のバレンタインデーはこれからだ。いいね、ここまで気合入ってるやつなかなかおらんけどななかなかおらんけどな。もう目にもうなんか血走ってるみたいなもうすごいね、形相で言ってるんでしょうけどね。バレンタイン用の飾り付けをしている店も多く、あちこちにハートが乱舞している。乱舞ってなんだよ表現よ。そろそろ閉店時間だと思うが、意外と人が多くてカップルの姿も少なくない。独り身には少し辛い
空間。そしてそんな状況でもいるシャーリーちゃんとこのかちゃん重要ね。ヒウチダインさんもそんな様子でベンチに腰掛けていた。おお。あ、肩身狭い感じで。いやー、これからじゃあなんかこの雰囲気もう告白会って感じだよね。もう最後まで行くか。50分ぐらい行ってもいいから。俺に気がつき微笑む。だがすぐにこわばってしまった。やっぱりはしゃぎすぎない方がいいんだろうか。また自信のない俺が顔を覗かせる。悪い、お待たせ。いえ。やっぱりぎこちない火打ち谷さんの隣に腰を下ろす。さっきはすみません。テンパって逃げ出しちゃって。テンパって？はい、ちょっと。ダメだ、緊張して。うん。あの話そうとすると時間かかりそうなので、これ。膝の上に乗せたカバンから可愛くラッピングされた小さな箱を取り出す。これは。はい、私からのバレンタインのあれです。あれですか。チョコレート。はい、チョコレートです。一応手作りしました。危ないやつになってるよ。ちょっと昴生君、チョコレートだっつって。手作り。うわ、めっちゃ食いついてくれてる。怖いよね。すずねさんに教わったので味は大丈夫のはずです。あ、もしかしてこの前一緒に帰ってたのです。すずねさんの家で教えてもらってました。あと、それとなく先輩の好み聞いてもらったり。ああ、あれメイさんの頼みだったんだな。俺の好み。ああ、そうなんだよね。限定メニューの試食かそうだなまあそれも兼ねてちょっとね、好みをね聞いてみて。そういえば甘さはちょうどいいとかどうか、ちょうどいいかどうか聞いてたな。あれ、俺の好みを探ってたのか。ああ、そうだったのか。それで日内谷さん最近変だったのか。すみません。なんか恥ずかしくって。今年はチョコなしって念押ししたのも、このサプライズのため？え？いえ、私は何も考えてないですけど。おお。でも、みんな私が先輩にチョコあげようとしてること知ってたから。なるほど。そっか、俺てっきり嫌われたのかと。そんなはずないじゃないですか。お、だってめっちゃ避けてたじゃん俺のこと。避けては、避けてたんだ今考えてみるとだろ。チョコレート準備してること気づかれたくないなって思って。ずっと挙動不審だったせいで勘違いさせちゃって。いやー、いいんだ、安心した。ほんと悩んでたここ数日。うん、すみません。そっか、手作りか。ありがとな、マジで嬉しい。よろしければここでお召し上がりいただけますと何そのなんか変な丁寧語。ここで。はい、実はフォークも持ってきてます。俺としては家に帰ってから大事に味わいたいが。そんな無理ですって。それまで待たされるの無理。待たされるの。今もう心臓バク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 してるんです。え、じゃあ触っていいですかそこまでキモいともうダメだな。今すぐ感想を聞いて。あ、安心しないと死んでしまう。そうか。じゃあ。はい、食べてください。2つ入ってるんで、せめて1つだけでも今食べて。押し付けられたフォークを受け取り、ラッピングのリボンを丁寧にほどいて箱をあげる。お、チョコケーキ。似たようなものなのかな。フォンダンショコラです。おお、すげえ。大変だったんじゃないか。いえ、
さんが手取り足取り丁寧に教えてくれたので。そうだね細かいことまでな。あ、でもこれは一人で作りましたよ。ちゃんとできたと思います。あー、でも出来たては外パリパリなんですけど、ふにゃってなっちゃってますね。あー、染み込んじゃってな。でもまずくないはずです。すずねさん直伝のレシピですから、焼き時間も忠実に守りました。味も先輩好みのはずです。うん、だからどうぞ食べてください。じゃあいただきます。はい、召し上がれ。なんだこの変な緊張感。うわー、すげえ召してろ。いやー、これサムネ決定この召してろサムネ決定だな。このね、今20時46分なんですけど、これ動画上がるときは9時半ぐらいかな。いやー、これから見る人に効果抜群だなこれ。本段ショコラにフォークを突き刺す。うわー、中にはとろりとしたチョコレートと果物が入ってる。いちごだ。嬉しい不意打ち。いちごにチョコをたっぷり絡め、周りの生地と一緒に口へと運ぶ。おお。どうですか。いや、すごい本格的だよな。あれ。どうした？先輩？感動して声も出ないか。すみません。まずかったですか？うまい。本当ですか？よかった。なんかその。あのうまさといろんなものを噛みしめてるんだろうねその黙ってた時間で。うまい大丈夫ちょっと今日の昴生君というか、最近昴生君おかしくなってきてるぞマジで。えキャラ崩壊起こしてない？なんてうまいんだ。いや、そ、大げさ。わざとらしいな。確かに。嘘、泣いてる？演技ではなく、うん、ガチ泣き？え、嘘、え、もうそこまでだったんだな。だってはい、チョコレートないからってみんなに言われて。お返し大変だしって。すごいな、ここまでめめしくなったのかめめし惜しいのかこれは泣くほど嬉しかったんだな本当にな。毎年くれてる望みもくれなくて。え、毎年？うん、あー、そっか、幼馴染ですもんね、のぞみちゃん。そう、惰性であげてたとか言われて。かける言葉ないよなこれ、メイさんな。これメイさんどうすればいいのっていうね。木内谷さんだけが俺にチョコレートをくれたんだ。しかも手作り。ありがとう、本当にありがとう木内谷さん。まさかそこまで感動してもらえるなんて、うん、作ってよかったです。おお、メイさん引いてなかった、よかった。俺はメイさんが引かなくてよかったわ。若干引いてるのはあったかもしれないが、でも泣くとは思ってなかったので若干引いてます。引いてたまあ引くわなそれな、ね、さすがにちょっとやりすぎたか。あ、もうやっぱり嘘泣きじゃないですか。嘘泣きなんかい。もうなんだよもうこっちがもうだよ本当に。もうペチンと肩を叩かれる。お、スキンシップ健在ですね。あー、久しぶりだこの感覚。お前ド M かもういろいろ目覚め始めてんぞ。なんかこのメイさんルートの昴生君マジでちょっと他のルートと違うな。やっぱり日内谷さんと話すのはとても楽しい。泣いたのはやりすぎたがでもそれくらい嬉しいよ。めちゃくちゃうまい。本当ですか？いや本当、今のは本当、嘘じゃない。ペロッといけちゃいそうだ。本当うまい。よかった。ずっと緊張していた日内谷さんの表情がようやく和らいだ。これ1時間いくんじゃないか。大丈夫かこれ。もう本当まずいって言われたらどうしようかと。鈴音さんのレシピなら間違いないだろう。そう
ですけど。それにたとえまずくても本人の前では言えないな。え、まずいんですか？その表現はダメだな。いや、まずくないまずくない、めっちゃうまいって。もうなんかほんとドキドキします。挙動不審だったの、ずっと不安だったからで。チョコレートを手作りして、先輩の気持ちがすごくよくわかりました。誰かのために作って、あ、それを食べてもらうって、すごく緊張してドキドキして。ああ、あるだろうな。でも楽しかったです。喜んでもらえるかな、美味しいって言ってくれるかなって考えながら作るの。それで、本当に喜んでもらえたらすごく嬉しい。おお、パッと顔を輝かせる。不覚にもその表情にドキリとしてしまって慌てて目をそらした。その俺の反応が日内谷さんには不審に見えてしまったようだ。おお、本当にまずくないですよね？気を使ってないですよね？うまいって疑り深いな。だって心配なんですもん。味見は？同じ生地で作ったのは食べましたけど。ああ、美味しかっただろう。美味しかったです。うん、でも時間経ってますもん。焼きたてじゃないですもん。時間経ってもうまい。本当に？本当の本当に？そんなに心配なら自分で確かめてみたら。一口分フォークに乗せて日内谷さんの口元へ。じゃあいただきます。ちょっと迷ってパクリ。口に入れた瞬間、おっと目を見開いた。ちゃんと美味しい。おお、ちゃんとできてるだろ。本当にうまいよ。よかったって、あ、関節何がしですかこれ。どうした？あ、今のって関節あー、が悪い。日内谷さん、こういうのを気にするんだったな。いえ、気にするけど。気にするけどな。悪いな、うっかりしてて。別に。あ、先輩なら。いや、もう行くしかないだろ、これも。あの。すごい、なんかフォルテッシモしていたね。わー。ん？鈴音さんに聞いたんですけど。はい。ああ、先輩はチョコレートならもらえるだけで嬉しいって。そうだね、手作りなら本命だと判断するみたい。めちゃくちゃ嬉しい。俺今かなりテンション高い。本当ありがとう。はい。で、手作りのさっせってことだよ。昴生、お前自分で言ったんだからな。もうここまで言ってさ、もうみんないろいろと分かっててさ、自分の言ったことも忘れるって、都合よくないか。昴生くん、手作りならなんて言ったんだっけ。本命だと思うみたいな。ふんじゃねえんだよ。ふんじゃねえんだよ。アテナじゃない。手作りだと、本命だと判断するって。ね、ああ、鈴音さん、そんなことまで言ってたのか。はい、聞きました。これ聞いて、これ手作りで作ったってことはもう、いや、あれは半分冗談っていうか。おい、冗談ですか。おい、そこで引くのか。そう、ふざけてっていうか。大丈夫だ。それだけで勘違いするほど俺もガキじゃないから。うん。まあ、そっか。童貞臭きついって言われたのちょっときつ、ああ昴生君聞いてんだな。そっか。ここでなんか、無駄にさ、あれが、なんか、いや、あれ本当なんだよね、みたいなこと、あ、言ったな、みたいな感じでさ、こう、肯定しちゃうと、
なんか童貞だと思われてなんか嫌われちゃうかもしれんみたいな。童貞臭きつくてみたいな。勘違いしてもらってもいいんですけど。登録しますね。そうか、いいのか。うん。ん？ん？うん、そういうことだよ、昴生くん。お前だけが分かってねえんだ。危うくフォークを落としそうになってしまった。うん。え、それって、どういう？あ、1万円ここで出てくるんだ。ヒウジダイさんは顔を真っ赤にして口をギュッと結んで、うつむいて両手の指を絡めてもじもじとして、いやー、ちょっとあの1万円を、じゃあの CG 使えなかったけど、あの SDA か、美味しそうな飯テロ画像、いや、これは、いや、いいシーンになりそうだな。また様子がおかしくなった。でもわかる、今はわかる。俺を嫌いなんじゃない、嫌いだから変になったんじゃない、その逆だ。むしろ火打ち谷さんは火打ち谷さんは何も言わない。俺も何も言えない。確かめたい、さっきの言葉どういう意味、もしかして俺のこと。でも勘違いだったら、うぬぼれだったら、また臆病な俺、そんなはずないじゃないですかと笑われるのが怖い。まあありそうだもんな。いや、でもここまで来てこの表情をしているさ、いつもと違うメイさんを見てさ、これを想像できますか。かわいい、あのかすれた声、緊張して体がこわばって短い返事すらもできなかった。この前の女子会で、うん、2人でプールに行ったことみんなに聞かれて、それで私が先輩のこと好きなのかって話になって、あー、すごい表情がちゃんと変わるね。なんか立ち絵みたいな感じで、わかんないって言ったけど、みんなは好きなんでしょってそう言うから、そうなのかなって思ったけど、でも私恋とかそういうのやっぱりわかんなくて、自分の気持ちよくわかんないけど、先輩のことはとっても大事です。いやー、もう頑張って伝えてくれてる感がにじみ出てくるよね。大事な存在ですって今日はそう伝えようとしてたんです。でも今気づきました、私先輩に恋してる。いやー、登録しますね。つぶやく曜日にか細く紡がれたその言葉にドキリと強く心臓が跳ねる。胸が締め付けられて全身がしびれて動かなくて、何も言えず火打ち谷さんを見ることもできず、めっちゃ見てるけどな。地面を見つめて続く言葉をただただ待った。先輩と一緒にいると落ち着くんです、だから違うかなって思ってた、恋じゃないのかもって。だって恋ってドキドキするものじゃないですか。先輩といると逆にホッとするから、違うかなって。けど今私ドキドキしてる、自分の気持ちを伝えるだけなのにこんなにもドキドキしてる。チョコレートを渡そうって決めた時も、手作りしたいって教えてほしいって鈴音さんにお願いした時も、練
習してる時も、今日の朝もバイト中も、さっき先輩を待っている間も、いつもか。私ドキドキしてた。先輩に変だって思われるくらいドキドキしてた。大丈夫、あの光瀬くんの方が変だから。いやー、まっすぐだなー。もう目が、この目が隠れてる片方の目がさ、もうこっちをね、こう見てくれてるみたいな感じだよね。登録しますね。片方の目ですらもこうなんか見えるような感じの、これぐらいまっすぐな目だ。大したことできてないのに、いつもありがとうって言ってくれる先輩は、私の悩みを真剣に聞いて優しくしてくれる先輩は、私は大好きです。だから私と付き合ってください。うわー、もう全部メイさんが言うんだね。ここは私を先輩の彼女にしてください。そこはちょっとそっぽ向いちゃうんだ。私これからもずっと先輩のそばにいたいです。いやー、よく言ったなー。まあ光瀬くん、まあこれはね、なんか光瀬くんの方が行くというよりは、そのーいや光瀬くん行けよっていう感じじゃなくて、のぞみさんじゃない、あのメイさんがよく頑張ったなーって感じだよね。木内谷さんのまっすぐな気持ち。情けないことに頭が真っ白でうまく話せなくて。でも答えなくちゃいけない。伝えなくちゃいけない。やけに粘ついた唾液をカラカラの喉に押し込んで必死に紡ぐ。俺の嘘偽りのない気持ちを。俺も今、すごくドキドキしてる。それに、避けられてるって思って、めちゃくちゃ寂しかった。悩んでた。嫌われてしまったんじゃって、そう考えて、へこんでた。チョコレートもらえるかもって期待してたけど、それも肩透かしで。でも会えないかって連絡してくれて、俺ドキドキしながら、ここに来たんだ。そう、ガッツポーズしたもんな。もう他の目も気にせずな。イエスってこうね、言いながらこうガッツポーズしたのかな。俺もずっと一喜一憂してドキドキしてた。この気持ちが日内谷さんと同じなら、俺も恋してる。おお、日内谷さんに恋してる。あ、ごめん、途中で切っちゃったかもしれない。バックログ画面だよ。待って、最後のところ切っちゃったね。ちょっと待って、なんだ、俺のマウス。俺と付き合ってほしい。改めてな。改めてな。なるほど。日内谷さんの体からガクンと力が抜ける。その瞬間、俺もほんの少しだけ緊張がほぐれた。でもまだ胸はどうしようもないくらいに高鳴っている。ほっとしてるのと、ドキドキしてるのと、緊張してるのと、嬉しいのと、私今ぐちゃぐちゃです。じゃあもうぐちゃぐちゃにしちゃおう。もっとね、ファーストキスを奪ってぐちゃぐちゃにしちゃおう。俺も顔がめっちゃ熱い。また無言。気持ちを確かめ合ったのに何を話せばいいのかわからなくなってしまって。まあわかるわ。この状況どうすればいいのってなるよね。
まあでもこっから始まるんだ。また二人とも押し黙る。でもこの沈黙がむずがゆくも心地よく感じるのは、ただの先輩と後輩から恋人同士になったからだろうか。いや、いいこと言うね。ああそうか、俺たちもう恋人なんだ。そうだよ。名前、名前、下の名前呼んでいいか。名字だと他人行儀だよな。ああ、なるほどね。メイってなるのかな。そうですね、はい、呼び捨てで、はい、大丈夫です。ああ、でも昴生くんなんて呼ばれるんだろう。呼び捨てか。はい、メイでいいです。めめぐみの人みたいになってるけど、なんちゃらめーみたいなね。めっちゃどもってる。めっちゃどもってんね。な、慣れてないから仕方ないだろ。ちゃんと呼んでくれるまで待ってます。おー、めい、はい。おー、そっちは呼んでくれないのか。そっち気になるよね。俺の名前、先輩なんだ。いや、でももう、こう、先輩後輩関係はね、ちょっと一旦区切りということで。じゃなくてさ。なんだろう。昴生さん。おー、いいね。昴生さん、いいな。なんかもう嫁感になってね、昴生さんだと。呼び捨てでいいぞ。昴生で。ああ、それならコウくん。いや、よりフレンドリーになったけど大丈夫それ。コウくん、いや、ないないか。恥ずかしい。さすがにな。だな、俺も恥ずかしい。とりあえず、下の名前で呼ぶのは二人きりの時だけ。おー、ってことは例のシーンちょっと楽しみですね。例のシーンがより楽しみになった。そうだな、からかわれそうだしな。です、はい。また二人してもじもじ。今まで二人きりでも自然に話せたのに、互いの思いを伝えただけでこんなにも間が持たなくなるなんて。私、先輩の彼女で。もちろん、日内谷さんさえよければ。いいに決まってます。おお、再確認だ。やった、先輩の彼女だ。登録しますね。嬉しそうな横顔、可愛くて胸がぎゅっと苦しくなってとても静止できなかった。日内谷さん、こんな顔もするんだな。これから多分、また俺の知らない、まだ俺の知らないたくさんの表情を見せてくれるんだろうな。そう思うと、もう限界なのに、さらにドキドキしてくる。大丈夫か？心臓麻痺起こすなよ。先輩、呼び方、戻っちゃってる。なんて読めばいいんだろうな。急に変えるの難しいな。ということで。ああ、ゆっくりと進めていこう。そのさ、二人の関係、多分どんどん敬語なくなっていくと思います。いいですか。いやー、いいね、いいね。そうだよな、楽しみ。今すぐなくなってもいい。じゃあそうしようかな。おーい、二人っきりの時だけ。おーい、いいなー。やっぱメイさん、こういうフランクな感じがやっぱ似合うよね。メイさんはニコリと照れくさそうに笑う。可愛くてドキッとして、また顔を背ける。無言になると余計に意識してしまうから、必死に話題を探して口にする。チョコレートありがとう、家で味わって食べるよ。あ、冷蔵庫で冷やしてもいいけど、レンジで温めても美味しいって鈴音さんが言ってた。
じゃあ1個冷やして1個は温めてみようかな。食べたら感想を聞かせてね。おお、いや、なんか彼女感出てきたね。あ、ライムで送るし直接言う。待ってる。あと、そうだな、一緒に食べたいな、美味しいもの。うん、行こう絶対。あ、行こう。なに？おお、木内奈さん、もう普通に話しててすごいなってね。普通じゃないよ、敬語出ないように無理してるし。ああ見て、両手の人差し指で自分の顔を指す。めっちゃこわばってる。あと汗すごい。いいね、逆に俺は青ざめてる気がする。うん、なんか弱ってます。弱、ま、マスになっちゃって。生まれて初めて好きって言ってもらえて嬉しさが振り切って心臓がやばい、ドキドキしすぎて痛い。私が初めて？そうだよ。ああ、初めて言われたのも言ったのも。やった。ああ、もうダメだ、もっと話したくはあるんだが心臓が限界だ。実は私も頭がクラクラしてます。帰るか、送るよ。はい、お願いします。ああ、もう出ちゃうな敬語。敬語がな。ゆっくりやろ、ゆっくり。はい、あ、うん。うん。チョコレートを丁寧にカバンにしまって立ち上がる、なんかいいな、こう無理してる感じがやっぱまだ出てんだね。そうだな、せっかく恋人になったんだし、手でもつなぐか。え、嫌ならいいんだが。喋り方がぎこちなさすぎる。パニックで、うん、パニックになるわな。つなぐか。うん、差し出された小さくて華奢な手、俺の武骨な手で包み込む。恥ずかしい、死にそう。すまん、俺手汗がすごい。やめろ。なぜぶち壊す。私もすごいから大丈夫。あ、もう大丈夫なんだね、そこは。わかんないです。そっか。そっか。そう。そう。そう。行こう。はい。はい、ということで、二人ともガチガチで、しかもうつむいてしまっていて、周囲からなんとも奇妙なカップルに見えることだろうと。それとも、ういういしいななんて笑われているだろうか。周りの反応を確認する余裕なんて全くない。あれ、まだ続くのこれ。なんか終わろうかなと思ったんだけど。おまけに無言、全神経が繋いだ手に集中してしまって何も言葉が浮かばない。結局ろくに話もできないままヒロについていると。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしたいなと思います。なんとですね、1時間飛んで13分ということで、多分これ全貌的には73分。73分です。もう、ちょっとした映画が見れますね。はい。まあ、それぐらいでも内容が濃かったのかなと思いますんでね。まあ、最初の悶々とした時間と、そして告白の時間と、はい、もう今回ぶっ通しで撮りました。いやー、もうこれすぐ上げますんでね。皆さん、1時間13分ですが、よければ全部見ていただければな。っていうか、全部今、これね、最後まで見てくれてる人は全部見てくれてる人なのかな。改めて言います。ありがとうございました。はい、ということで。じゃあ、また、この次の動画から、どんどんね、敬語もなくなってって面白くなっていくのかなと思いますんで、ご期待いただければなと思います。はい。長々とありがとうございました。ということで、以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。